出発です。出発今日行けるか心配だったけどな、ね、うん、行ければと。いや、これで何かを望むのかと思ったら、いや、もう違う。出航。ワンピースに俺はなる。ワンピースになる。シャッケ。シャッケだ。若干飛んでくるわ。あそこを目指すんだよ。島アイランド。島アイランド。アイランド島。激しいね。シャッケ、シャッケ結構飛んでくる。荒い荒い。シャッケ。約3分ぐらいで通販で。はい。カップラーメンできるっけ？帰りは乗るんだよ。お、到着。帰りは乗る？どこで？おお。ここ海のとこだよ。うん。の。まあ、もう今海上のとこで海上海中はい、はいはい、ありがとうございます。おお、海綺麗だよ今日も。綺麗だ。透き通ってらよ、はい、あの心のようだ。本当に海綺麗だ。なんだっけ、まさに海だよな。うん。猪島観光案内板、標高132m だって。登っていきましょう。はい。片栗群生地、朝虫、湯の島、東屋あるよ。休憩する？だ、休憩していくか。海見ながら弁当食いよ。あそこトイレだって。あ、あれトイレ。フルボケたトーチカのような。おお、早速片栗がいるな。いるね。おおお、お出迎え。ちょうどいいじゃん。結構、めっちゃいい感じ。結構ところでね、はんねん、ここ。がっつりではんねんな。うん。おぉ、咲いてる咲いてる。いいね。おぉ、登りきついな。結構。3回目だけど、こったきつかったべな。激しいじゃんよ。まだ上に行ってから、いっぱいあるはんで、そこで見よう。今は片栗に囲まれてる雰囲気を楽しもう。崖っぷちだけど、前の人生と一緒だよ。右向こうや、ほら。崖だよ。いや、寝る方だけどな。こんなきつかったっけ。いつもな、ガイドさん、いろいろこう、これなんだ、あれなんだって言いながら行くはんで、ゆっくり行けるはんで、なんともないんだけど。おこの辺やべえよ、ほら。結構ね、ってガッツリだったよ。右、頂上、片栗群生地。左がキロだよ。連載点。まだまだ、登っていきますよ。小氷を脇に片栗が最上な。そして、こっから、道が変わるわけですよ。ほら。階段？うん、石段になるんだよ。大昔にここ、隆起してできた時の石らしいよ。なんと、うん、自然の石。うん、自然の石。角度いいですね。すげえっけよ。こういっけな。結構グラついたり肩ついたりバランス悪いはんでろ。おう、展望どころ。ほら、なんだあれ、あの島なんだあれ。うん、あれ何島？ネイキッドアイランドっつったって。グローバルだな。うん。日本語で言えば裸島だって。のりちゃん好きな裸島。うん、好きだな。で、昔ここさ、朝虫の水族館だって。この白いとこ。白まだいねえな。白い片栗？うん、白い片栗もあるんだよ。何だったっけな？ 10 万本に1本の確率って言ったかな。見れるよ。いや、今までな、2年連続で来た時は、3本ずつぐらいあったはんで。10万本に飛んでないやつ。多分何十万本って最初の旅この辺。ああ、そういうことか。うん。どこだ。
まだねえな。結構上で偏差とんのよ。やべえだ、迫ってくる、片栗。道浜生命分、距離地形。おお、当たった。ちょっと遅れがったのかな、やっぱり。なるほど。綺麗、うん。他のやつも探すが、もっと完全に知れんやつあるんだけどさ。あとさ、うん、片栗の花、花びら6枚だっけよ。6枚なんだ。うん。8枚のやつもあるわって。パッと見わかるわかるよ。ただいる一緒だはんで見つけに行くよ。8ね。結構あるの？8は2個ぐらいしか見なかったかも。今まで。白より珍しい。白より珍しいかもよ。わかんないけど。白はわかりやすいんだよな。うん。これですよ、白。これもちゃんと真っ白だ。うん。さっき根元ちょっとな。あえたもんな。湯の島山頂。山頂来た。標高132。久しぶりに来た。わ、8枚も枯れたってのはガイドさん喋ってたな。7。残念。さっきより高いよ、ほら。さすがに高いよ、うん。登ったもんな。木根花、元見晴らしいんだけど。ないな。群生地だ、本当に。こったに群生地だ。他じゃねえからな。うん。ここだけ。うん。すげえ、ほら。やっぱな、2、3日遅かったな。うん。雨降ってた話からね。な。こんな感じが。ここで、おせせんしていこう。あの本で見てみてんだけどな。弁財天。よし、お参りしましょう。しましょう。中はどんな感じだ？ほうほう、こんな感じですね。昔、あ、いや、ちっちゃいほら。なんか、恵比寿さんを見て飲んでろって、弁財天なのに。ここさ、この奥に。あ、その奥に。うん。よし、行きましょう。よし、じゃあ帰るが、最後の難関を。ほら、急だ。これやべえな。うん。急な下り階段坂。坂？両脇に片栗バーって咲いてりゃかっこいいのにな。確かに。紫の階段だよ。うん。結構な、段差激しいはんで。激しいね。だいぶ段差激しいよ。弁財天頂上へ。今頂上から帰ってきたんです。うん、これが弁財天の鳥居。いつもな、あの国道側から、この湯の島のな、鳥居見で、お、鳥居だってな。よ、結構どうやって行くか分かんない人多いはんでる。ああ、確かに。今も最初は狙ったもんな。だべ。うん。で、振り返ると、この急な坂。やべえ。階段坂。階段坂？なんだろう、危ない。これ、うさぎ跳びでポンポン行けば大変強くなるよな。いや、あんま強くなれるな。弁財天になれるよな。なれる。で、この海岸沿いを歩いて、船に乗って帰ると、はい、もう向かいのボート来ちゃうんだよな。じゃあ、戻りましょう。綺麗な桟橋だ。うん、この下からこう見ればウニいたりするんだよな。ウニだ。うん、アワビもいるっけ。高級食材だよ。さよなら湯の島、また来年かな。